続いては M ラインガチャトーク。今回はどんなテーマになるのでしょうか。今回はこちらのテーマの中から選んでいきたいと思います。それでは回していこうと思います。はい、前回さ来た時さ、回す方向分かんなくてさ、矢印がこうだと、あ、コインが、コインが、コインが詰まった。なんでコインも入れられないの、愛理ちゃん。出てた。あー、なるほど。失礼します。失礼しますじゃないのよ。こちらです。聞きたい話。はい、私聞きたいことあります。何ですか。今回ちょっと衣装のことについて話したいなと思って、ちょっとハロプロの時に戻って、キュート時代、ビーズ工房時代をちょっと思い出してみて、なんかまあさまざまなね衣装を着てきたと思うの。シングルもそうだし、アルバムもそうだし、もうあのライブ衣装とかもいっぱいあると思うんだけど、愛理から見て、実はベリーズの衣装であの衣装着てみたかったんだよねとか あるかなって思ったの。私はちなみに、無限クライマックスの衣装がもう大好き。いや、めっちゃ似合いそう。もうあの衣装を神すぎると思う。絶対に金髪で着てほしい。そう。金髪で。でもあの衣装さ、すごい、ここに、あのシャラシャラがついてる、こうやつでしょ。あのそう、ここのなんかこう肩パッドの上というか、ここにこうペチってついてて、パーってこうロープみたいなのついてるんだけど、ここだけあのあなた、ね、マジックテープだったのね、なんかこう全部縫い付けられちゃう、手が上がらないっていうこと でマジックテープだったんだけど、踊るたびにメシッメシッって取れるの。あの音がね。そう、メシッメシッって言ってるんだけど、あれすごい好きだった。もうなんだろうね、可愛さもある、かっこよさもある、セクシーさもある、もう全部入ってて、この衣装に詰め込まれてて、で、足がスラッと見えて、みんなの、もうキュートならではというか、多分ベリーズだったらあの衣装にロングブーツだなとか、あー確かに、そうとか、パンプスを履くにしてもなんかこう編みタイツ履くとか、そういう感じなのかなとか想像したり、でももうあれはみんなキュートハマってて、ハマりすぎてて、メイクもあの時 PV は決まってて、ちょっとこう顔をできるだけこうヴァンパイアみたいに少し白目にいつもよりも塗って、なるほどね、目元も結構黒目にするっていうのが影っぽくする、だからか、なんかちょっとこう悪、ダークサイドみたいな、ダークさを感じさせる部分もあって、そう、もうなんだ、もう全部いいの。もう音楽とも合ってる、で振り付けとも合ってる。このミュージックビデオが、あの実はキュート解散してから一番再生回数が伸び続けてるミュージックビデオ、これなんです。前はキスミ愛してるだったんだけど、今はこれがずっと伸び続けてる。あ、そうなんだ。私はね、あのベリーズ工房が、こうベリーズ工房ってお祭りが似合うグループだったじゃない、確かにお祭り騒ぎしようぜみたいな、そう楽しいみたいなね、七夕にライブやってたでしょ、よくやってた、毎年ね、そうやることになっててね、そうで、あの七夕ライブの時の、なんか浴衣をモチーフにした衣装、ライブ衣装、めっちゃ可愛かった。本当なんかこうすごいいいなって、すごいなんかこうカラフルで、なんかこうなんだろう、浴衣モチーフなのに、なんて言うんだろう、ちょっと、そうそう、ロック、そうすごい可愛かったなっていう。それちなみにこの今愛理が言ってくれた着物のこの七夕で着てた衣装は、もう完全にもうミヤプロデュースみたいな、あ、そうなんだ、そう感じで最高。一応なんか、梨紗子も衣装とかねすごい興味あったりとかしてて、なんかどうしたいとか相談するのが梨紗子だったんだけど、そうで、なんか着物着たいっていうのはなんとなくメンバーもイメージがあって、でそれをどういう風に着崩すみたいな、っていうのはなんか全部考えたりとかしてて、可愛かった。そうで、なんか海外の、アーティストの方とか、若い子とかもそうなんだけど、もう日本が大好きなんだけど、でも自分のこうなんか遊び心も入れたいみたいな感じ でそれで白いタイツとかをね合わせてたの、着物とかに。そうなんだ。でブーツも履いてとか、可愛かったな。なんかその日本のものと海外のアイディアをこうミックスさせて、こう自分たちらしさというか出したいなと思って、その方はあの衣装にしてました。へー、可愛かったね、すごく。改めて、ね、衣装
もっと他のもいっぱい ね振り返りたくなっちゃった振り返りたくなっちゃうけど、うん、ぜひね気になった方は他のものとかもね、うん、見てほしいなと思います、はい、2022年はハロープロジェクトキッズ20周年イヤーということで私たちを語る上では欠かせない映像を一緒に見ていきたいと思います。今回は私が選んだベリーズ工房祭りのライブ映像からボーの旅立ちの歌ご覧いただきたいと思います。すごい素敵だったなこのベリーズ祭り、うん、懐かしい懐かしい。もう私これ本当にこれでボーノ解散するんだしれっとって思ってたからもう今日が最後なんだ、うん、旅立ちだねそうだねって思ってたのよ、うんうんうん、だから勝手に一人で寂しくなっちゃったこの曲ね、うん、合わさってねそうなんかさボーノってさ、うんこうずっとあったけど結構活動してない期間も長かったからさそうなんだよね、うん、いつ亡くなってもさ、うん、おかしくないような感じでさ、うんうん、心構えをしておかなきゃいけない感じあったじゃんそうそうそうあったあったなんかすごいなんかいい曲なんだよね、ねもうちょっと始まってるからもう始まってるよもう泣きそう、うんかわいいね、この色似合うね。ねえ。ボーノの衣装かわいかったよね。ねえ。毎回かわいい。ね、こういうのがさ、早がいい衣装を持ってて。これ、ね、ね、バーンってやった、バーンって。懐かしい。あった。髪飾りとか、私とみんなが同じのつけても絶対ももは似てるっていうのもさ、なんか、ものらしくて懐かしいよね。うんこの時ね、一人だけど一人じゃないさ、あーもう始まってる入りそう、もう二人はもういなくなっちゃうから一人だけど一人じゃないさってもう自分に刺さされて、ね、私一人になっちゃう、もうボーノも終わるんだすごい楽しかったなって見た今のバーン、はい、もうなんかすごいここのさ、ワンシーンだけでボーノの関係性めちゃくちゃ出るなって思ったのそうだけどさすがに今の強すぎたでしょ後ろが何泣いてんのって言われてめっちゃ覚えてる懐かしいほらもう横で先生が先生がね先生が先生ポンポン叩いてくれてるからこっちを水にポンポンしてくれるお姉さんと、うん、こっちを見ながらポンポンする先生とこのコントラストがいやでもこれ私と同じ気持ちだった人多いと思うもうボーノ多分ここで終わるんだなってほらもうミヤがもうお姉さん全開なのよ泣けるわ泣けるよなんか3人のバランスがやっぱ面白いよね面白いなんかさクラスにいたらさ多分誰も交わりづらい、うんうん、絶対違う団体にいたであろう3人がさギュッて集められてる感じが、うん、よかったよね絶妙バランスだったよね、うんもうボロボロ、はい、よくでもさこんなにさ待って待ってみやから多分立ち位置いる私番号間違えてるよこれあ今編集ですごいそうそうそう、うん、いや編集すごくないよ今バレてた今一瞬ももがさ目線でさ君とそうそうそうみや動きなさいみたいな目線で今で多分その後に気づいてこうなんかねそうやばいみたいなあるあるラーメンのモモの目で行く感じねそうそうそう目で訴えてた今あれなんかすごいこんなものも使ってくれたメイキングでも愛がなんか3人でこう行ってそれで戻ってきた愛が顔がもうちょっと話し合ってこないモモ面白いモモ面白いんだよねあ半分話したの聞いてないもんなるほどね。ありがとうね。めっちゃ可愛かった。いやもう思い出すだけでこれはもうフラッシュバックする。ね。本当にね。すごい。アイリすっごい泣いてたよ。でも今日で終わりと思ってたもん、ボーノが。あの日がね。うん。みんなでもそういう
考えはあったかもね、ちょっとね。ね、明言してなかったじゃん。ビリーズ工房は活動休止するけど、ボノはやりますとも言ってなかったし。そうだね。後にね、ちゃんと大きなところでライブができるけどさ、あれも予定なかったじゃない。そう、決まってなかったからなお、そういう風にうちらも思ってたし、でも、なんか深いことメンバー同士も話してなかったじゃん。なんかボーの3人もそれに対してなんかあんまりね、話してなかったから、それぞれが多分そういう風に思いながらの、そうだね、なんか歌ってたのかなって。だって旅立ちの歌だよ。旅立つ2人がここにいるの、ね、私の横に。でも一人で残されて、ボーノどうするんだろう、お姉ちゃんみたいな感じになって、ね、だから何も決まってなかったからなお不安になった。そうだ ね、 もあるよね。でもこのボーンいや面白すぎたんだけど映像。いやモモって最高だよねやっぱり、そうなんか感動だけで終わらせない、本当にちゃんとなんか名場面を作ってくれるよね。ね、アイリーの末っ子感とね。いやーもうボーノは末っ子でいさせてくれる場所だったからね、家でも長女だからさ。そっかそっか、そう、ね、お姉さんたちがいる環境っていうのがあんまりなかったから、でもなんかさ、ボーノでいる時あんまりなんか年齢の差はまあもともとそんなないけど、あんまりね感じずにこうなんかもう平等にというか。そうだね、なんか一人一人のキャラが違いすぎて、年齢うんぬんかんぬんよりも先にもう少し違いが。そうそうそう、なんかなんかぶつかることがまあそんなになかったっていうか、そうみんな考えてることが違うから。そうだね、よくあれでさあんなに揃ったよね、空気がね、で結果として、まあ、やりたいものっていうか向いてる方向性は一緒だから、結果としてまとまっていくから、すごいなんか楽は楽だったよね、めちゃくちゃいいバランスだったなって、ね、よかったよかった、いやでも懐かしかった、なんかアイリーがこの映像を選んでくれて、振り返れてすごい良かった、ぜひなんかベリーズ工房 の、 あの活動休止の時期は最後のライブも好きだけど、ベリーズ工房祭りも見てほしいなってファンの目線から思うので、見たことない方は見てください、ぜひぜひよろしくお願いします。同期の花M ラインミュージックお別れのお時間となりました。今回も2人でねお届けしてきましたけど、なんかあっという間だったね。ねやっぱこう20周年にこうやって何回もミヤと MC ができて話す機会があるのすごい嬉しいし、まだ足りないからもう1回見たい。そう、もう1回もうね話すことありすぎてさ、ずっと喋ってるから、ずっと喋ってるから、もう今回もかなりあの撮影時間押して、はい、はい、もうかなりスタッフさんからこういうマークをいっぱいもらってでもめげずに喋ってますいやでも本当楽しくて、ね、またぜひぜひこういう機会が持てたらなと思います。2022年はハロープロジェクトキッズ20周年、もう改めて本当に頑張ってきてよかったなと思いますし、はい、ありがとうございます、ね、これからも頑張ろうと思います、うん、そしてまあ来年は、ハロープロジェクトなんと25周年、もうほとんど私たちいたね、いました。なんか関われてたことに感謝だよね。感謝だよ。いやっていうかもうまさかここまで残ってると思ってもいなかったし、持ってなかったよ正直なとこ言うとびっくりだよね。本当ですよ ね、盛大にお祝いしたいね来年したい。でもなんかするんじゃないかなとこう思ってはいるんだけど、なんかしたい気持ちがやっぱすごくあるね、せっかくだから。ってテーマパークの25周年の時すごい盛り上がるじゃん、あれ超えよ、超えたい本当にね。でも本当さまざまなあのお姉様たちもいっぱいいて、でも私たちもいて、後輩もどん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 増えてって、そうよ、本当にハロープロジェクトって大きく、ね、ビッグファミリーなって、本当ビッグファミリー、ね、もうこれからもどういう風になっていくのか楽しみですね、はい、私たちもね楽しみです。引き続き応援していただけたらと思います。よろしくお願いします。M ラインミュージックでは話してほしいトークテーマ、私たちに関するコメントなども募集しております。ぜひコメント欄に記入してください。よろしくお願いします。お願いします。この番組は毎週金曜日に更新されます。チャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回の M ラインミュージックお相手は夏焼みやびと鈴木愛理でした。さようなら。さようなら。今回の M ラインミュージックいかがでしたか。次回はまた新しいメンバーでお届けしていきます。お楽しみに。ナレーションはビタースイート田崎朝日でした。またお会いしましょう。